こんばんは。かなり久々にゲリラライブ始めまーす。そう、これちょっと残そうと思ってるからもう話し始めようかな。昨日投稿もしたんですけど、私、マリア、こんばんは。あめちゃん来てくれた。さとこちゃんありがとう。ちょっと、なんかいろんな心配のメールとかをいただいたので、ちょっと ご挨拶です。生まれ変わったから。いや、私多分ね、これで死に目にあったん5回目 ?4、5回目かな。事故は多分2回目で、他の、なんか首絞められたりとかそういう事故もあったりして、事故っていうか?アクシデント?そう、だから今まで、昨日で5回目やったんかな。多分まあまあ多いんですけど、でも毎回無傷で本当に守られてるなぁと思って。心配してない。めっちゃせ、ありがとう、さとこちゃん。いつもありがとう。首絞められる事件とかもあるし、ナイフを出される事件とか、それは小さい時かな、小学校の時かな。そう、まあ、そういうのとかもあって、守られてるなぁって、いうのは、小学校の時は思ってないけど、大人になってからは、ああ、なんかご先祖様とかに守られてるなーってすごい思って、で、毎朝でも実はずっと、ちょうど川が見えて太陽が出てる時に、毎朝、ご先祖様に、いつもお礼言ってて、そう、自分の名字と、もし結婚されてる方やったら、その旦那さんの名字と。で、私は、母親の方なのかな。そう、自分の名字と母親の方を言うっていうらしくて。りょうこさんかな。こんばんは。そう、それで、毎日でもそれはやってて、何々家、何々家のご先祖様、で、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、いつも尊い命をつなげてくれてありがとうございます。今日も一生懸命に生きますっていうのを毎朝言ってて、太陽に向かって。だから、そういうのもあって守られてたんかなって思って。ともちゃん、これ綺麗。あ、そうそう、エフェクトね。エフェクトやってます。そう、でも昨日はほんまにびっくりした。もうマジでスーパース。だって、もうどこも大丈夫なんで。皆さんご心配おかけしました。ほんまにどこも、携帯すら割れてなかった。携帯をかけてたし、カバンも大丈夫だし、何にも破れても何にも大丈夫っていう奇跡が起こりました。ほんまにありがたい。スタントマンなろうかな。スタントマンのオファー待ってます。いやでも調子の出たら、あれやけど、まあでも、生かされてるなと思って、やっぱね、生きてる、生かされてるから、なんか、いつ死んでもいいとか思ってたけど、そのジャンプした時、やっぱり死ぬ時というか、いつも事故に遭ったら、めっちゃスローモーションなんですよ。その、浮いてる時に、うわぁ、まだ死にたくないって、明日も、そう、今日ワイン会やったんですよ、着物で。なりたくないって、と思って。あー、うざくん、こんばんは。ありがとうございます。そう、死に目にめっちゃ合ってるけど。あー、しゅうちゃんも、こんばんは。ありがとうございます。そう、死ぬときはね、まだ、やっぱ寿命って決まってるのかなって思って、まあ、ありがたく、真剣、なんかもっと一生懸命生きようって改めて、昨日思いましたね。なんか、こんなに丈夫な体、まあ、ラッキーになったことに、ご先祖様に守られて、本当に大丈夫、もうどこも大丈夫だから、なんかもっとやりたいこと、やってきたつもりやけど、もっとやろうって思いました。もう、なんかいつ死んでもいいとか言いながら、いや、死にたくないなって、そのジャンプしてる時に思って、だから、生きててよかった。さらに綺麗になって。ありがとう。エフェクト。キラキラはエフェクト。ありがとう。でもめっちゃ生まれ変わった感覚があったのと、あと昨日、なんか水星逆行でよく、まあ、なんか騒いだりするじゃないですか。この世間さ、何年か前から。
で、私も結構あ、水星逆行かと思うけど、なんかそれってインド占星術から、それは西洋占星術で見たら水星逆行で、でもインド占星術で見たらなんか全違うんだったかな、なんかそれは違って、水星がいい人もいるし、人によってやっぱり違うみたいなんですけど、まあでも昨日ちょうど私が事故った時は全惑星が巡行になった時だったみたいだから、まあそういうなんか見えないこう惑星の力とか、なんかいろんなことのなんていうんやろう、なんかそういうのにも守られたのかなと思って、皆さんもありがとうございます。いやでもほんまに奇跡的にすごすぎてちょっとどうしても伝えなくて、だってほんまに青信号、あの梅田のグランフロントあるでしょ、梅田のグランフロントの信号を自転車で青やから普通に渡ってたら、まあ見なかったんですよ、左折の車来たなと思ったけど、普通これでいかんやろと思ったら、え来たと思って、もう普通にバーンって当たって、でジャンプして、ああもうあかん終わったと思ったら、あれ、しかも痛くないんですよ別に、どこもなんか、でも道路に寝てった状態で車から出てきて、男の人がなんか爽やかな青年です、若いで、なんかもう申し訳ございませんって土下座しながら、でもう一人の男の子がバイクで来たから、私は引かれ、また引かれかけたんかなと思って、でも引かれたんじゃなくて、その遠くから引き逃げというか、その車の人が逃げないかを見にわざわざ来てくれたみたいで、その人も大学生やったから、めっちゃなんかねしっかりした大学生やなと思って、そうやった、めっちゃ宇宙とつながってることを感じるね。ね、私たちも宇宙やから、あの小宇宙と大宇宙がこうつながるっていうかね、やっぱり見えないものの、なんやろ、見えないエネルギーとかやっぱ私は昔から信じてるけど、これでさらにめっちゃ信じてる感じです。そう、それで何の話だったっけ、そう、それで謝ってて、え、でも青やったのにとかなんか言ったけど、あれ私大丈夫やから、あ、いいですよって言って、そのまま自分で起きて、で自転車ももう22年ぐらい乗ってるから、さすがに壊れたかなと思ったら無傷、なんかどっかへっこんでたけど、うわ普通に大丈夫やと思って、でなんか保険でなんか買いますよとか言われたけど、逆にその自転車が無事やったから縁起もいいし、なんかもっとさらに大切に乗りたいなと思って、もうボロボロなんですけど、もうずっとこの自転車を乗っていこうかなと思いました。で警察の人は、救急車はなんかその大学生が呼んでくれたけど、いや大丈夫やし、もっと必要な人いるから、もう救急車はいいですって言って、でももし今日鞭打ちになったり1週間後にまでになんかあったりしたら、証明がないと保険が下りないから、警察の方は普通に来てくれました昨日、なんか女性の方2人でも、私がこんな感じやからもう普通に笑ってるし、なんか全然あの普通にまあ証明書もらって、あと自転車のなんか見てたけど、そう冗談でね、自転車電動買ってほしいわとか言ってたけど、その男の人があの運転してた方、あもうそれはもう買わせていただきますって言ってたけど、そんなんもう冗談で、あの未だ私はその事故にあっても無事だった古い自転車を乗りたいと思います。まあそんな感じで今やから笑い話になるけど、皆さんも気をつけて、まあでも気をつけても事故る時は事故るし、まあいつ死んでもいいように生きるしかないんやなって改めて思って、であとはなんか行動するのも早く、あこれやりたいと思って早くしてるつもりやけど、なんかなんていうんやろ、もっと早くしようって思った、その昨日のことで、だってあーなんかこれやりたいからまた来月でいっかと思ってたら、もうだっていつ死ぬかほんまに分からへんやったらね、今思ったら明日やる、もう今やるぐらいの、あー皆さんありがとう、そう今あの昨日の事故のことを話しててで今日もムチ打ち、今日ムチ打ちになるかなってちょっと思ったけど、いや全然どこも何もなってないなと思って、肘もなんか当たったなと思ったけど、擦り傷すらなって
ってなかったから、まあ、あの、本当にありがたいですね。だからこのためにヨガとかしてたんやなと思って、体幹があったら、そういうなんか起きた時でも何かしら守ってくれたんかなって、あと筋肉、なんかお尻の筋肉とかも、あの、守ってくれたんかなと思って、どこを打ったかも覚えてないけど、でも頭は全然打ってなくて、倒れた時も頭だけ浮いてたから、なんかそう、なんか反射的にそれができたんかなと思って、頭打ってたらもうもしかしたらね、ダメだったかもしれないけど。あ、けいこさん、ありがとう。いや、だから、本当に生きてるって幸せなことやなって、改めて実感してます。で、今日は、もともと、あの、ひまりやんさん、いつも私が着物のなんか着付けのしてもらってるひまりやんの聖子さんと、神戸で着物でお参りして、生田神社でお参りしてワイン会っていうイベントやったんですよ。で、昨日、そのジャンプしてる間に、わ、明日もワイン会も行かれへんのかって、なんかもうその5秒がめっちゃ長く感じるから、そういう事故った時とかって。で、あ、行かれへんのかって思って、何も無傷やったから、明日も行けるって思って今日、さっき神戸に行ってました。だから、なんかね、普通の日常が、ああ、ありがたいな、幸せやなっていうのが前よりも増えた気がして、その前もね、何回かあの死に目にあったんけど、昨日のやつは初めてだったから、ああ、ありがとう、ゲーコさん。ありがとうございます。そう、子供の時は普通にナイフとか出されて、走って逃げたのとかもあったり、そう、あと、車、こっちが、私が車運転してて、カーブ、それ石垣島やったんですけど、カーブで暗くて雨降ってて、なんかで滑って、崖やったから普通はもう車ごと落ちる。だから、あ、もう、その時もうジャンプして、あ、もう崖に落ちたと思ったら、ガタンってなったんですよ。で、降りてみたら、なんていうの、ガードレールもないカーブ。あれ、なんていうだろう、なんかブロックみたいなのがあって、で、それで、ただ、パンクしただけで、私も、まあ、ムチ打ち多分なったけど、もう、何もな、大丈夫で、車も、そのタイヤだけで。で、崖に落ちず、その時も、もう命あって、何にも車もね、車のタイヤ変えたらいけるから大丈夫で、でもその時も、街灯もない、なんか北部の方で車そうなっちゃったから、どうやって帰ろうかなと思ったら、前に、古民家があって、で、おじいちゃんが住んでて、すいません、タイヤ交換 したいんですけどって言ったら普通にしてくれて、そう、だから本当にその時も運が良かった。奇跡ってジャンプしてる時間、いろんなことが起こってたんだね。そう、しゅうちゃん、ジャンプしてる時にいろいろ起こってた。かなり長かった。すごい、全く向き向き。いやー、もう、本当に、ありがたい。めちゃくちゃありがたいです。だから、なんか、なんやろう。まあ同じこと何回も言ってるけど、生きてるってすごいなってめっちゃ思った。だって昨日もしあれで、まあ死ぬまでは言ってなかったとしてもね、なんか骨折なったり、何かがどうかなってたりしたら、なんか、全然この、普通に過ごして健康でありがたいっていう風に、思わないっていうか、ね、なんか、どうなってたんやろうなと思って、思うと怖いけど。あー、えなちゃんこんばんは。大丈夫です。私はもう全く、とか言って一週間後にね、なんかなってたりしてね。どうなんやろ、多分大丈夫やと思いますけどね。なんか検査とかも私は全く病院普段からもう十何年以上行ってないから、その検査のだけために行くつもりはなくて、もう来る、あの、頭打ってたら行ってたかもしれないけど、頭打ってないから、いいかなと思ってるんですけど。病院は、大丈夫ね。大丈夫、大丈夫。多分っていうか、普通に大丈夫やと思う。いやー、よかった。ということで。あ、じゃあ、せっかく皆さん来てくださったから、いつものあれやろうかな。あの、あれ、草場さんのやつ、ちょっと待って。あの、草場さんのこれね、いつものやつの今日はじゃあ1枚。
ほんとすごいよ。感謝は常にして、ともちゃんに教えてもらって、セリフを良くするようになって、愛しても伝えるようになったよ。おー、マリ、ありがとう、やってくれて。いや、絶対ね、なんて言うんかな。やっぱ、セルフラブからの自分の幸せのコップのお水を自分の愛で満タンにして、で、溢れた分を、やっぱり、まずは大切な方々に送って、ご家族、お子さんとかパートナーとかお友達に送って、で、そこから、もう本当に日本全国、世界中、生きとし生けるもの全てに愛を送りましょうって、いつも瞑想の最後に言ってるけど、なんかほんまにそうやなと思って、まあね、自分が満たされてなかったらやっぱり相手にもできないし、なんか変な感情になってくるけど、もうそれがなくて、ただ、祈りみたいになると、なんか本当に全てを受け入れられると楽ですよね。生きやすいというか。で、今日、ひまりあんさんと、生田神社初め行った時に、私、いつもの着物、いただいた着物を着てて、後ろにスリットが入ってると思ってたんですよ。家で鏡も見たし、この着物スリット入ってたかなと思って、まあいいやと思って行ったら、ともちゃん着物破れてるって言われて、これ破れてるのはスリットだと思ってるんですけどって言ったら、めっちゃ笑われて、で、その着物の先生、聖子さんがなんか、本当は縫うけど、とりあえず応急処置で安全ピンをしとくけど、ああ、でもともちゃんやったらもうなんかロックな感じで安全ピンで常にいいかもって言ってくれて、言ってくださって、だから、それを、破れてるっていう概念がなかったというか、スリットって勝手に思ってた。スーパーサイヤ人になったなって言ってるよ、プラナ全開。クミちゃんありがとう。コメントでめっちゃ嬉しかった。もうスーパーサイヤ人になったと思ってる、思うわ。まさに生まれ変わって。でもちょうどいい時期やもんな。ほんまにだって昨日の多分8時か9時からその全惑星が巡行して、こっからガーンって2023年行くって言われてるから、もう何にも怖いものはないというか。じゃあ、いっぱい今日皆さん見てくださってありがとうございます。この草場さん知ってるかな？私の大好きな草場さん。これは本人にお会いした時に、おかみカード買って、逆に映るけど、何かある時にいつも私はこれをパッと見て、あなたは宇宙を貫く大きな大きな無限の命です、すべてよし、何があっても大丈夫って書いてくださって、これを見て、あ、大丈夫やって確信してます。やっほー、来ました。あー、さとこちゃんありがとう。これよくご存知の方は、まあタロットというか一枚引いて草場さんのを読んで、で、私なりに解釈というか、そんな感じのになります。じゃあ、どうしようかな。人数ね、めっちゃ3、4人の時は1人ずつやったりしてたけど、今日はじゃあ早い者勝ちで、時差があるけど、誰かストップって言ってください。一番初めに見た人のタイミングで行きます。あー、ふみー、こんばんは。ありがとう。あ、ストップ。お、さとこちゃん、ありがとう。じゃあ、これか。おー、なに？出た。初めて出たかも。すごい、でも、なんか、強そう。ちょっと、どんなメッセージが。あ、で、いつもちょっとお願いしてる、スクショ撮って送ってください、後から。ストーリーとか。イエーイ。11番。我欲は、読まれへん。火と炎ってなんて読むんやろ。火炎？わからんけど、火と炎に投げ入れろ。もう苦しむな。迷いはすでに焼き尽くされた。怒りの姿の真実は慈悲の極まった宇宙の心にて、弱くてもかっこ悪くても自分を生きれればよい。ね、すごい。これいつもめっちゃタイムリーな言葉が出る。あー、かなもん、ありがとう。めっち
まあタイム大体でもこう草場さんも生と死のこととかも多いけど、すごいな。我が身を見る者には仏の道が開かれる。不動明王の言葉です。恐ろしいお姿は街道でいいんかな、街道の道に進もうとする者を内道真理の教えに引き戻すためです、引き戻すためです。自分がこんな目に遭っているのはあいつのせいだ、誰々のせいだ、それが仏の道に反した生き方、街道です。そこから生まれるのは他ならない苦しみです。どんな障壁が立ち塞ごうとも迷い、これなんて読むの漢字がわからん。ごっていう字でろうともってなんて読むやろ、謝ろうともかな、間違ってるってこと。謝ろうとも自分の人生をしかと引き受ければ必ず救いの手が差し伸べられると説かれています。家庭や学校、会社など社会生活の中で求められた自分像を演じているうちに、いつの間にか本当の自分を見失うことがあります。自分の本音を押し殺してひたすら周りに同調して生きることが習慣づいてしまい、本当の自分を失って不都合は皆人のせいにして逃げ込んでしまうのです。さあ自分を取り戻しましょう。弱くてもかっこ悪くても喜怒哀楽のある精神の自分で良いではないですか。あなたしかいないのです。あなたの人生を生きるのは、ってなってます。これは大丈夫かな。まあ昔あったけどね、私も自分を押し殺して、なんか何喋ったらいいかわからないし、何にも自分が、なんかわからない。まだ人に合わせてる時代私もありましたね、学生の頃は。今はもう全くこれないから、もう格好悪いところも全部見せてるし、もう何でもいいから、だいぶね、楽になりましたね、やっぱり。ちょっと怖かったからもう一枚行きましょう。え、嘘？不動明王は鳥年の守り。え、そう、すごい、読まれへん。すごい。わーい。じゃあ、守ってくれてるということで。あー、ケイちゃん、こんばんは。じゃあ、ちょっと今怖かったからもう一回。せっかくやから。じゃあ誰かどなたか、さっきさとこちゃんだからちょっとさとこちゃん以外の方ストップと言ってください。あ、本尊って読む。ありがとう、漢字がちょっとわからなくて。じゃあしゅうちゃん言っとく、ストップ言っとく。ありがとう、みんな見てくださって嬉しい。私は生き返ったから。あ、じゃあマリストップ。あ、あやなちゃんも同じタイミングで。じゃあこちらケイちゃんもありがとう。じゃーん、おー、龍華が出ました。これ表紙にもなってるぐらいだからすごい素敵な。ちょっとまた写真撮ってください、スクショ。イエーイ、本当に送ってください、もし撮ったら。じゃあ27、27は、生きるに法も罪もなく、生きるに善も悪もなく、生きるを、ちょっと誰がこれ見えるか、これなんて読むんですか、反対かな、これなんて読むやろ。龍か。いや、私漢字そんなに弱くなかったと思ったけど、もう最近読めなくなりました。すいません、量が合ってた、ありがとう。量がするものはない、ただあることでよし、存在者として人生を全うするのです。捨てなさい、これまで言われ続けた上手な生き方を。捨てなさい、あなたを幸福にするという得な選択を。あるという絶対的な価値の前に条件は不要です。何かで自分を満たす必要はありません。すでに満たされています、満ち満ちています。捨て去れば
あなたはただ存在者という意味そのものになります。あることでよしとは、なんという豊かさ。自分を飾り立てるための名誉や地位を欲しがる人がいます。生きる喜びの動機となるなら、それも良いでしょう。ただし、落とし穴があります。それが不幸の源にもなることです。失うことの恐怖が重すぎて、身軽になることができません。日々を丁寧に生きてください。風や空や光や木々、行き交う人々、ここで今起きていることを、愛おしみながら、慈しみながら過ごしてください。憎しみや妬みや執着に惑わされる人々の中にあっても、あなたは存在者としての自分を全うするのです。すごい、めっちゃ深いですね、やっぱり。ふさぼさんの言葉は。きっと宇宙人化してるんや。あー、雄大くん、こんばんは。ビートボックス。イエーイ。いやー、ほんとその通りですね。存在者として人生を全うするのです。いやー、改めて、これが出ました今ね、めっちゃいいカード。これ見本に、あの、このここになってるぐらいやから、ありがとうございます。皆さん、また時々ライブ、最近ライブやってなかったけど、またライブします。そう、ライブの時はね、よく来てくださる方はこのカードをめっちゃ一緒に引いて、もし、あの、もっと人数少なかったりしたら、全員の分できる時もあります。なので、あの、引き続き、それぞれの人生を楽しみましょう。楽しみ、それぞれの人生というか、あの、皆さんとは直接もお会いすることも、これからもあると思うし、いっぱい楽しいことを今年もやっていきましょう。ありがとうございます。じゃあ、でもくれぐれも事故には皆さん気をつけてください。私も。まあ気をつけてもどうにもならない時はあるけど、なんか青やからって強引に私も行ったなと思って、見ずに。目視してね、あ、来るかなと思ったら止まればいいけど、もう強引に青やからと思って行っちゃったり、結構自転車やったらめっちゃ危ない、ややこしい渡り方。特に私、梅田の方だから、あの梅田のど真ん中をめっちゃブワーって自転車で、走ってたから、ちょっとやめようかなと思って、なんか時間に余裕を持ってゆっくり、あの、行こう。ゆっくりというかね、なんかそんな変な運転の仕方はやめようと思って、その時は運転の仕方は変じゃなかったけど、でもね、どこで何が起こるかわからないから、ありがとう。私も事故気をつけなきゃね。あとは、いつ毎日を大切に、瞬間瞬間を大切に行きましょう。ありがとう、皆さん、遅くまで、夜遅くまで見てくださってありがとうございます。これちょっと1週間ぐらい多分アーカイブ残しとこう。じゃあ、おやすみなさい。みんなありがとう、本当に。じゃあ、またね、おやすみ。